ランキングの日ですよ。あ、まだこの日も活動できるんだ。今日も頑張りましょう。あ、やばい、飛ばしてる。今日は一挙に行こうかな。お嬢様なんていうのな、ユキコは。本当ですか？もしかしてお仕事をしてる間は自信みたいなものが体から溢れてるのかも。ここはこう答えておこう。いや、それは違うと思うけどひどいだろ、それ選んだら。あ、よかった、みんな喜んでくれた。仲間思いじゃん、なかなか。もういいでしょ、ここはね、変えないですよ、ね、なん、アイドルアカデミー大賞で、もう活動がランキングを上げるもう何やっても上がんないんですよ、社長。よく考えて決めてくれたまえ。それでは最後まで諦めずによろしく頼むよ。諦めずにか。楽しみですね、プロデューサー。俺は楽しみじゃない。私、お腹が痛くなってきました。ごめん、お前たちは20位に入ってないんだよかわいそう。発表は夜だよね。じゃあ、お仕事バッチリ終わらせて事務所に。はぁ、なんか胸が痛くなってくるな。ここであえて休みとか選んだら品種買うのかな、やっぱり。なんだこれ。リュウグウコマチが出んの。いろんな意味で際どい番組作っています。どうですか、出演しませんかこれやってみたい。練習しないといけない。ラッキーラビット、買わないけど行ってみようかな。最後に際どいテレビに出るっていうね、わけのわからないことをしてますけど、まあ別にランキング狙ってないんで。了解なの。今日もみんなで楽しくお仕事しようねはい、よし、気合い入ってきたぞ。菊池誠、ここにありって一日にしてみせますね。お願いだよ。今日の夜もそう思ってくれたらいいんだけどね。入ってないんですよ、ランキングに。はあ、なんかかわいそうになってきたな。それはミキですよ、やっぱり。え、うーん、島根。あ、合ってた奇跡だ素敵だ。おお、何これ、いいね、この格好。あ、なんだ、ゴルフか。際どくないじゃないですか。ねえプロデューサー、まだロケ終わらないの？ミッキー、いくらなんでも歩くの疲れたの。ベイビーだな。確かに今回のロケはマラソン大会よりはるかに過酷だよな。でもここまで文句言わずに頑張ってきたんじゃないか、ミキ。あと少し頑張れないか。ミキ的にはもう限界まで頑張ったんだよ。どうしたらいいんだろう。わかる、わかるぞ。しかしここでミキ一人が逃げ出すわけにはいかないだろう。プロデューサー、ミキと駆け落ちしよう。え？はあ？突然何言い出すんだお前は。ミキ一人で逃げちゃダメなんでしょ。だからプロデューサー、ミキと一緒に逃げて。ああ、そういう意味で駆け落ちって言ったのか。俺はまた5本。ミキが疲れて投げやりになっている。少しでもやる気を出させないと。ともかく逃げるのはなしだ。なあミキ、歩いてるといいことがたくさんあるんだぞ。例えば
お腹すくぞでしょ、ここは。もうミキを知り尽くした俺だからこそ。あれ？後でいっぱい食べれたらって意味で言ったんだけどな。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと。それが言いたかったんですよ。来た、食いついてきた、ほら。いつもよりもっと甘くなるの？来たよ、来たよ。ああ、体が糖分欲しているからな。まあ、目いっぱい疲れたご褒美みたいなものだよ。難しいことはよくわからない。来た。なんだか元気が出てきた気がするの。顔がやばい。怒ってる。もうダメなの。ですよね。ミキしっかりしてくれ。これが最終ホールだぞ。フラフラするの。ペコペコだし、ヘトヘトだし、眠眠なの。どうしたらいいかな。寝るなミキ。意識をしっかり持つんだ。せっかくここまで来たんじゃないか。これがおかしい。完璧に寝ぼけてんじゃないですか。やばいやばい。え、お菓子の家。しまった。ミキが現実逃避を始めたぞ。カミカミだな、俺。壁はクッキーで、屋根は綿あめなの。屋根じゃなくて床が綿あめの方がいいんじゃない？どうする？キスをする。話合わせよう。来た、ほらほらほら。いちごババロアとチョココロネ食べ放題。ああ、食べ放題だ。ほらミキ、最後にグリーンに向かってボール打てば OK だから。あの抹茶ティラミスに向かって打てばいいの。抹茶ティラミス、ああグリーンのことか。その通りだぞミキ。グリーン、あ、抹茶ティラミスの真ん中に穴を思いっきりボールをぶち込め。あ、早かったな。打ってくるね。待ってて、お菓子の家って感じ。ティラミスめがけて飛んでけ。そしてホールインワン。俺分かってんな、ミキのことは。ましたね。楽しかったな、思い出。プロデューサー、あのみんなでお買い物したら。あ、これ違うんだ、言ってること。ごめんなさい、飛ばす気なかったです。はい。お、みんなショップが見えてきたぞ。女の子買い物好きだもんね。もしかして家のあれかも。さあ、ずるい、待てー。はは、2人ともよっぽど買い物を楽しみにしてみたいな、してたみたいだな。ミキもみんなと一緒に行っていい？もちろん。ありがとうだな。それじゃ行ってくるね。でも本当にプロデューサーやってこんな子いたら好きになっちゃうかもしれないですね。てかなりますね。危ない危ない、プロデューサー大変だ。やすこちゃん、BK マニアック。ぼったくりって言ってなかった今。さあ終わりですよ、ついに。入ってなかったらどうなんだろう。おかえり諸君、今週も遅くまで大変だったね。さて、そろそろ全国ランキングのコーナードットップ TV が始まるぞ。入ってないんだよね。平行線かな。46下がってんね。
うなんだろう。なんかローディングしてる。悲しがってんのかなみんな。残念だがランキングチャートに入れなかったようだね。すいません俺の力不足で。いやいやいや諦めるのはまだ早いぞ。え？実を言うとアイドルアカデミー大賞のノミネート選考基準はあれこの本命のランキングだけではないらしいのだよ。あそうなんですか。え？ああ過去にはランキング下位のアイドルがノミネートされた例もあるからね。ほうほうほう。君たちが主催者である IAU の目に留まっていればチャンスはまだあるはずだ。とにかく正式な発表はもう少し先だ。それまで待とうじゃないか。そうですね、わかりました。僕たち崖っぷちに立たされちゃったみたいですね。これから眠れないよ。かわいそう。私耐えられそうにありません。でもダメって決まったわけじゃないんだよね。がっかりするのはまだ早いかもしれないの。そうだな、まだ決まったわけじゃない。今からでもできることあるはずだ。そうですね、せっかくここまで来たんです。僕たち最後まであがいてみせますよ。とりあえず私は安眠グッズを買って帰って毎日くっすり眠って下の敵に備えます。いいね、プラスじゃねえか。気持ちが上向いてきたみたいだな。解散。はい。どうなんだろう、ここからファンレター確認して帰るか。まことさんのステージでのステップ本当に素敵ですよね。まことさんはスポーツが得意とのことですが、ウィンタースポーツなら何これ、八八兵がおすすめですよ。滑りやすいし温泉も近いですから一緒に滑れたらいいな。八八兵って何、間違えてるな俺多分読み方。あーかわいそうにな、ごめんね。でもな、付き合いも長くなったもんな。この実況も長かったし。あれ4週え、まだ4週間の活動。マジっすか。あーそう、終わったかと思ったのに4週間のか。じゃあ いやとりあえず今日ここまでにしたいと思います。ノミネートされるかどうかわかんないですけど、とりあえず頑張ります。ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。